よいよ、いい感じだよ職人っぽいよじゃあまたちょっと潰してないところをもう一回潰してください。手ですか？手で手形つけないね。ある意味レアだよ。うるさ、うるさいね。すごくないの、この見てきたぞ。喋りますよ、ほんと。潰してないとかってこの辺のことですか？そう、そこら辺ですね。もうしっかり潰しちゃっていいです。いいよ、お、早いよ、いいよ、いい手さばきだよ、いいよ、いいよ、いいよ、すごいじゃん、いいよ、いいよ、いいよ、店長超えた、店長超えた、店長超えたなんかさっき、敬語みたいなんだけど、やばい。店長超えていいよ、はい、いいよ。店長超え。じゃあ、これに乗せるん、乗せますが、ちょっと小さいので、片手に乗せてみてください。片手や、両手じゃないよ。こういう感じむずい。難しいよ、これ。これはむずいな。練り消しみたいだね。こう。はい。で、こっち。今の食べ物だよね。こっち。食べ物、今なんて言った？大事だよ、大事、大事、今大事、大事ね。練り消し。大事なところだよ。ごめん。ね、練り消しはダメだよね。はい。謝ろう。レシピにゃ。それでは、ももグループの皆さん。そうですね、はい、ももグループ、はい、ももグループの皆さん、はい、出席取ります。まず竹永さん。はーい。風邪は引いてますか？あ、ちょっと。あ、若干声ガラガラ。くばいさん。はーい。お、最近どうですか？あ、最近はちょっと前髪が伸びたなと思って。あ、ちょっと長いですね。なっちゃいちゃう下打ちや、下打ち。先生に向かって下打ちはしないでください。先生、先生、お先生、いっちゃっても先生ですか？はい。あ、先生ですか？ええ、私演技の先生、桃子先生ですけど。お願いします。早く紹介してあげてもらってもいいですか？お願いします。なさきみやりさん。はい。え、待って待って、フルネームやってる今。はい、やった。それはじゃあ褒めてあげるよ。ありがとう。なんでこんな、私が今日はね、先生なんだから、しっかりしてよ。はい。右隣の人にみかんを食べさせて。おかしいでしょ？右隣？おかしいでしょ。おかしいでしょ。今日二人ラブラブでいいの。みやびちゃん持ってきたよ。え、おかしいでしょ。喜んじゃったじゃん今。ちょっとおかしいでしょ。じゃあもう皮むくから。じゃあまたこれ置くからさ。そうだね。本当にもう。右隣ありじゃないんだ、本当。もう今日二人本当ね、二人のショット多すぎだから。ごめんね、マギー。嫉妬しちゃうね。でもね、ももちゃん。ミヤとラブラブなら。妄想の中でね。はい、じゃあ行くよー。ママ？あー。ちょ、待って。何？え？なんだこれ？これ、一口で食べれると思うの？行きましょう。ミヤは、もう、ミヤ流で、やっぱね、こうするわけよ。みんなに、誰にでも愛だったとしてもこうやってやる。だから、おかしいでしょ。ママ、あー、オッケー、おー、クリアー、イエーイ、素敵な感じだよ。よし、このまま次に行こう。はい。食べれたね。食べてるか。食べれた、ね。4。ちなみにですね、今回ハロプロ研修生は6人。うん、ね、一緒にそう踊ってくれたり盛り上げてくれるんですけれども、うんうんうん、6人中なんと3人でホームが憧れたの。半分、3人です。3人、うんうんうん、ちょっと発表しますね、うん、小川れなちゃん、小川れなちゃん、そのお姉さん、梨紗子落ちた。表現力とかすごいなぁなんて思うじゃないですか。続いて岸本ゆめのちゃん、みや結構ゆめのちゃん好きだよね。そう、大好きね、うん、あの今やってないけど、あの前にモンキーダンスやってた時に、うん、サイって言うんだけど、うん、そのモノマネ超上手くて、私お煽りがそう好きすぎてモノマネまでしちゃうぐらい、モノマネしちゃうぐらい、そんな岸本ちゃん、うん、さきちゃん推し、それもさっき話にありました LINE ってあるんですけれども、アプリ、その LINE の画像はさきちゃんだそうです。好きすぎね。そう、自分のホーム画面をさきちゃんにする。そしてそれは全然責めないよ、うん、井上ひかるちゃん最後です。井上ひかるちゃん、なんと頼むよ、ももちです。おせじ
じ。いや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 、これはね、マネージャーさんを通したんでね。ってことで夏焼きさんの名前上がりませんでした。そう、まあ夏焼き先輩はね、もう当然として消去法も初めからもうね、いいじゃん、そういうの。そういうの逆に言われるとイライラするからやめて。ね、まあ、なんかすごい足音が聞こえてきましたよ。どうしない、こっちがいます。なんて言った今。愛しい、いい桃地が。あ、それね。え、なんか吉田と嬉しいですよね。ね、見て、ここまず赤いさ、ゆかちゃん、まずレッドカーペットに見えんじゃん。ごめん、見えない。でさ、朝だから目がちょっとやばいよ。出てってんじゃん、なんか一緒にほら、教会をこう歩いてるっていう風に見えない。ね、それは残念ながら見えません。ちなみに皆さん、みやびちゃんの二の腕ってどういう感じかしてますか。おかしいだろ。ないでしょうよ。じゃあ、今これを見ているあなただけに教えるね。まず、裸。やめなさい。スベスベです。おぉ、うん、いい。スベスベしてる。毛も生えてませんね。ちょっと、あ、もちもち、もちもちももちしてますね。おぉ、ただ、若干増えました。ちょっと待って、今ちょっと本当に思っちゃった。あれ、若干増えました。あ、こっちの方が細いんだよ。でしょう。うん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 。こっちのがある、こっちのが少ない。ちょっとどうだ。いやいいや、やめてよ。今実感した。私も言われて今実感した。なんかね、やっぱね、あんま気にするとね、そう、なんか重くなっちゃうんですよ、ね、変にな、緊張しちゃってね、いいパフォーマンスができなくても良くないから。いつも通りね、うん、ナチュラルに頑張りたいと思う。こういうこと言いたいんじゃない？キングじゃあ、じゃあ、面白かったです。やめなさい。アップやめなさい。アップやめなさい。本当にもう。シワより嫌だわ。